キチャンネル。ジョブ。こんにちは。さ、キャンプも始まりましたけども、はい、まあ今はまだ始まってませんけど、はい、まあこの動画が出てる時は始まってます。おそらく始まってるでしょう。はい、あの明日からです、はい。キャンプはね。はい。はい、あ、そこも始まりますね。そう。うん、ね、ということでね、はい、今日のお題はですね、はい、キャッチャーが、うん、なぜ、うん、新人からすぐにバリバリのレギュラーになりづらいのかっていうところです。おー、まあ、今年もね、はい、まあ、昨年ドラフトでロッテは1位に高卒の松川君入って、はい、であの楽天もね、はい、安田君が愛知大学から、はい、2位で入って、うん、っていうところでね、キャッチャーのね、うん、新人がどんどんね、まあ、毎年のように入ってきますけども、はい、なかなか1年目からバリバリのレギュラー張って頑張る人って少ないですね。まあそうですね、うん、でもじゃあこれ理由考えましょうか、うん、答えはあるんですよね。まああります、そりゃそうよ。これ本職、本職、ね、しかもキャッチャー答えなかったらやばい。そうですね、なんでなれないんだろうっていう動画じゃないですよね。なんでだろう、なんでだろうってその答えあるんですよね。サイン覚えるのが大変だから。それはちょっと違います。まあそんな覚えますもんね、うん、そんなにあの一緒にバッテリー組む先発ピッチャー陣とあのなかなかコミュニケーションを取っていくのが大変だから、まあ、それもまあ一つあるですね。あ、あります、うん、で違う。いや、まあまあまあ、だからいっぱいあるんですよ。あ、いっぱいあるんですね。あ、なるほどなるほど。じゃあこれが正解とかないってことですか。やらなきゃいけないことがいっぱいあるっていう。じゃあまず一つね、はい、じゃあ袴田さんが今言ったように、はい、ピッチャーとのっていうところで言うとね、はい、アマチュア時代特に高校生は一人男子2人知っとけばよかったんですよね、はい、だ松川君で言えば、うん、小園 DeNA に入ったね、うん、ドラフト1の小園のことだけ知っておけば試合できるんですもんね、はい、でうまく組み立てもできるんですもんね、うんうん、で、まあ、万が一2番手がいたらそのピッチャーですよね、はい、で、まあ、大体言うこと聞いてくれるんですよね、うんはい、だそんな不都合日常からないですね、はい、だってもう一緒のやつとしかバッテリー込まないですからね、まあ、2、3人ですよね、2、3人をその中で回していくだけであって、うん、そんなに困んないじゃないですか、うん、プロ入ったら約30人です。そか、30人か。1、2軍合わせるとね、はい、このピッチャーを知らなきゃいけないんだよ。そか、この人がどの球種持っててとか、でどの球種がメインで、はい、カウント取りは、うん、勝負球は、うん、このピッチャーのこの球種5個あったらその優位順は、うん、でどういう特徴があってどういう曲がりで、はい、でミスした時の許容範囲はどういうことで、うん、スピード感、変化量、はい、キレ、全部30人分学ばなきゃいけない、うんはい、尋常じゃないよ。いや確かにそうですね。キャンプで全員受けれないから、ねうん、そうですよね。1人分合わせるとね、うん、私その球種とか覚えて、まあ、さっきちょっと言いましたけどサインとかって一人一人違うんですよね、まあ、もちろんもちろん。もう頭使って覚えることたくさんですね。そうそうそう、うん、であとはねこういう時は相手がどういうのを投げたがってるのかとか、うん、っていうのも30人分知らなきゃいけない。そのピッチャーの特徴をちゃんと覚えないといけない、ね、そうそうそう覚えなきゃいけないのよ、うん、それを、はい、いきなりよもし開幕から行こうと思ったら、はい、たかがよ、はい、2ヶ月で仕上げなきゃいけない、はい、そうですね。まあだいぶピッチャー負担かかるね、うん、あとは、はい、シーズン中で言うとね、うん、1回も受けたことないやつ来るのよ。お2軍からいきなり上がってきたとか。あ、そうか、その日上がってきてその日も登板みたいなありますよね、うんうんうん、とか、はい、もし途中から1軍に上がってきた場合、うん、先発は試合前に受けれるけど、はい、リリーフとか受けたことないのにいきなりリリーフエースとか出てくる球を受けなきゃいけない、はい、とかいきなり外国人が入団してきましたと、うん、途中で、はい、はい、今日先発だからって言って、うん、大体これとこれ投げるらしいよ初見ほぼうわこの球こんな曲がり方すんのかうわみたいな、ね、そう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 とかっていうのを即座にやって結果を求められるわけでしょ、うんはい、それは1年目からなかなか難しいよね。まあそうですね。だって多分全員受けれないと思うよキャンプで、うんうん、まずピッチャーを、まあ、キャンプって結構長いなっていう気もするわけです。やっぱ30日、うんうんうん、まあ最近30日もう最近20日間ぐらいだからね。あ、そんな短くなってますっけ、うん、オープン戦とか始まったから始まっちゃいますもんね、うん、そっか、まあ、確かにそう思ったら30人分じゃ全員とコミュニケーション取って把握って難しいですね、うん、しかも、うん、やっぱレギュラークラスとか上野選手が優先だから、はい、上野選手が受けたいところを受けに行くから、うん、やっぱ余ったところになるわけよ、はい、そうなった時に、うんやっぱなかなかね。でしかも俺らレギュラークラスの時は、はい、主力どころを最初から受けないので、はい、なぜなら仕上がってないからね。受けても仕方ないんだよ、はい、で仕上がってないところを
若い新人が受けに行ったところで、はい、仕上がってないからそれは全然スピード 感覚分かんないそっかで仕上がってきてからは、はい、レギュラークラスが行くから、うん、とか主力クラスがね、はい、行くからなかなか受けれないじゃん、うん、ってなった時にそれを把握するのとかコミュニケーションがまあ大変よはそれをたかが2ヶ月とかでバチッとやって行くのは、はい、だってまず自分のチームのことを覚えなきゃいけないからね、はい、あとプラスアルファキャンプで言うとバンドシフトねうんとあのタイミングとかをもうこの出し方悪いとか言われるからね分かりづらいそこ触ったかどうか分かりづらいみたいな、はい、とか私あの他のチームの選手の情報っていうのもちろん入れないといけないじゃないですか それはもうまだまだだからねそうですよねそんなもうそれ最後だから、うん、だってあのもともとそのじゃあ去年も戦ってるあのキャッチャーだったら、うんまあ、去年の情報っていうのがある程度入ってるじゃないですか1軍はねでも2軍のやつらは入ってないからねまあ、そうですね、うんうん、でも2軍のやつらは自チームのことは知ってるから、はい、でも自チームのこと知らないと他のチームのこと知れないから、うん、キャンプでやることめちゃくちゃ多いのよそのそうです、ね、他のチームのことを覚えるのはもう最後の最後だね、うん、へだって自チームのこと覚えてないのに他のチームのこと覚えても生かしきれないから、はい、イメージ置かないじゃん、うん、でその次に来るのが自分のスキルアップしなきゃいけないの、うん、やっとよ、うん、守備とかそうですね、バッティングとかのスキルアップしなきゃいけないのよ、うんはい、でそれで、うん、やっと戦えるようになってくるわけじゃんね、はい、で全部自チームのことを把握してやっと相手バッターのこととか、うん、相手ピッチャーのこととか、うん、で相手チームの作戦面のこととか、はい、自チームの守備動かすとかをやっていかなきゃいけないのよ、うんはい、無理でしょやること多いですねいやそうなったらどうするんですかバッティングでも佐藤さんいつも言うじゃないですか打てば出られるし、うんうん、だって24時間あるのよ1日あまあまあそうですね、はいまあ、だから自分のバッティングの練習時間もだってまあいいわよ、うん、じゃあ8時間寝ようかはい寝ましょう、うん、にするじゃんね8は必要ですね、うん、8時間寝るとしたら、うん、じゃあ10時から6時まで寝ようとしよう、はい、と8時間じゃんね、はい、ってなった時に、うんあとまだ16時間もある、はい、練習できる、まあ、そうですねで、うん、チームの練習はだいたい8時から、うんまあ、チームの練習だから8時からまあ3時ぐらいまでに終わる、うんうん、チームの練習はね、はい、そしたら6時までの8時までの2時間と、はい、3時からの10時までの7時間、うんはい、9時間もあるもうじゃあそこでバッティングバッティングとかトレーニングとか、うんまあ、できるじゃんねできますね、うん、そう思ったらまあ時間はありますね時間なんてクソほどあるからそっか、まあ、チーム練習の時にピッチャーとかコミュニケーション取ってでチーム練習の時もバッティング練習は絶対あるからねあそっかで徳田とかも絶対あるから、うん、バッティングもな、ね、多くの皆さん勘違いしてるのが、うん、バッティングも何もしないでピッチャーのブルペンとか練習守備の練習ばっかりするわけじゃないから、うん、ちゃんとチーム内のバッティング練習っていうのはじゃあ柳田と同じ時間あるから、はいだって練習メニューだから、うん、だから最低限の練習はできるわけよ、はい、でプラスアルファそこからどこまでできるかだけど、うん、チーム練習後のピッチャーとの練習なんて何一つないからね、はい、もう終わってるからそっちも、はい、じゃチーム練習終わってからでもまあ足りないと思ったらバッティング練習も全然できるわけですねずっと、うん、だってマシーンエンドレス動くよへえだって電源つないだらガシャン、はい、ガシャンとなんかこうよく聞くのはやっぱりキャッチャーってこうサイン出したりとか、うん、そういういろいろとそういうリードの面を考えすぎてなかなかバッティングに重点が置けないとか、なんかそういうのをなんか、うん、言い訳だね聞きがちですよ、ね、言い訳そうですかだってできてる人いるしまあいますもんね打てるキャッチャーっていますもんね、うん、でもう言い訳だね、うんうん、そうですねでしかも練習できる人がめっちゃあるはいずっと、うん、だってもし3時に終わってよ、はい、まあじゃああとトレーニングとかいろんなことして、うん、じゃあ5時から8時まで3時間バッティングできるよ、はい、で帰ってご飯食べて、うん、でちょっとなんか資料整理して、はい、とかビデオ見て、うん、で10時に寝ればいいじゃん、はい、楽勝だねあそうですねそう思ったらバッティングはできますね全然できる朝6時に起きてよ、うんはい、でそっからご飯食べてよ、うん、でちょっと全体練習の、うん1時間か前ぐらいに、はいとか1時間半前ぐらいに球場行ってバッティング練習しますって最初バッティングしててもいいんだよ、うんうん、やろうと思えばね、はい、じゃあ自分のスキルアップはできますね全然できるんだよ、うん、でもそれもやりながらやっていかなきゃいけないってことを考えたら、はい、まず一番最初のチームを知ることがまあできない、うん、あ足りん時間が足りないそっちの方が足りないわけですね、うん、しかもだって同じサイン出しても首振られるからで、うん、あそっか
だって薮田さんとか言ってたもん、なんかこれ違うなと思っても、はい、佐藤がそのサイン出したら、うん、あなんか意図あるんだろうなと思って自信持って投げれるけども、はい、違うやつがそのサイン出したら絶対違うって言って首振るって言った。だから仕事でもそうじゃん、なんかこのディレクターさんに、はい、とかプロデューサーさんにいや違うと思うけどでもこの人がこうやって言うんだからそのままやっとくかって言われるけど、ね、うん、え絶対違うやろって人によって思う。そうですね。でも、うん、もう本当にレギュラーになりたいんだったら、はい、入ってすぐやらなきゃいけないことがもう一つだけ、はい、もうこれはもう絶対早もう1年目じゃないよ、もう1年目はもう無理やと思った方がいいから、はい、でも早めにレギュラーになりたいんだったら、うん、もうやること一つ、それはさあ何、高卒も大卒も、うん、もう全員社会人も、うん、はい、早く、あとはね、もうあと野手もね全員そう、野手も全員そう、野手も、野手は全員、キャッチャーも含めて野手は全員すぐレギュラー、もうすぐに早く早めにレギュラーになりたいんだったら、はい、まず完璧に一番やらなきゃいけないこと、いやでもこやっぱ一番は打つことなんじゃないんですかって言うじゃないですか、はい、俺ずっといるからね、俺と一緒に、はい、それじゃない、違うんですか、うん、これ1年目に限らずですもんね、うん、なんだろう、もう最初1年目だったら名前も覚えるとか思いましたね、1年に限らず、でも俺のずっと言ってるこの会話を聞いてれば分かる、今日じゃないよ、ずっとの、ずっと、うん、俺の話のロジックはもう変わんないから、キャッチャーとしては打つか勝つかって言うじゃないですか、うん、でも野手もなんですもんね、でもよ、うん、結局よ、はい、その打つか勝つかだけが、うん、多くの皆さんも含めて一人歩きしてる、はい、俺はいつも言ってる、監督最低限の守備、はい、俺が思う守備の一軍で必要な最低限のレベルまで来てたら打つやつ使うって俺はいつも言ってるんだ、でも俺この前を全員言わないのよ、はい、俺言ってるのに、はい、だ言えばよ、うん、一軍レベルの最低限の守備力がなかった場合は打っても使わないのよ、はい、俺が使うか、うん、っていうことは最低限の守備がいいわけじゃん、うん、だからもう守備をもう早くもう習得することが大事なんだよ。なるほど。でこれはね、はい、あの井端さんが言ってたのよ、うん、落合さんも最近言ってるけど、はい、ノック、うん、毎日 2,3 時間、はい、2,3 時間、はい、ずっとしんどいですね。しかもそれを、うん、あの簡単な前の正面の簡単なやつしか打ってこれ、はい、これ横とかよくキャンプで行ったら飛びついたりとかやるじゃん、ね、うん、もうああいうの全然打たないらしい、正面ばっかり、はい、でその落合さんをね、うん、言ってたらしい、はい、簡単な層のボールが一番難しいんやっていう、で横とかに振って、はい、飛びつかして取ってんのは、うん、あんなのコーチの自己満足やって、うん、あんなんで守備上手くなんないっていう、うん、守備はもう簡単なものを簡単にさばいて形をしっかりすることが大事で、うん、で落合さんと井端さんとか荒木とかのノックは落合さんが、うん、辞めるって絶対言わないらしい、うん、辞めるかどうかお前らが決めろっていう、いつエントリー続いちゃうじゃないですか。そうだから井端さんとか荒木とかが、はい、辞めるって言わないと終わんないの、はい、ずっとで落合さんはずっと打ち続ける一人、そういうの終わるって言う前に、はい、で一回絶対もう辞めやって言わせたいかったからさすがに二人じゃきついから4人ぐらい連れて行ったらしい全員 2,3 時間で打つと一人 の, 負荷が減るじゃんね、はい、それでも言わなかったらしい、だからもう最低でも 2,3 時間ずっと終わってくるノック、でもうやめますってもうこれでいいですってじゃあお前らがやめるんだったらじゃあやめようかって言ってでいつもやるのをやってるんだけども、うん、だからその井端さんが言ってたのは、はい、それが一番きついらしいのね、はい、井端さんが言うにやっぱり、ま、簡単なやつが、うん、でこれが一番きついって分かることは、うん、っていうことは多分落合さんも相当やってきたんちゃうかっていう、うん、それやってこなきゃ、はい、この正面のこういう打球のやつが、うん、一番難しくて一番苦しいって誰も分かんないっていう、うん、やっぱ普通に横とか打って、はい、なギリギリまで走らして、うん、おい走れ、まあ、飛びつけって言ってる方がしんどいように思うけども、はい、実は一番きついっていうのが分かるのは多分本人も相当やってきたんちゃうかっていう、へー、でしかも、はい、早めに守備を完璧にしとけば、うんはい、あとはバッティング好きなだけできるっていう、うん、要はよ、はい、中途半端なやつは
守備も中途半端だから、うん、常に守備の練習もしなきゃいけないんだよ、はい、だからバッティングの時間が削られるんだよ。うん、でも守備が完璧になってくれば、はい、守備に時間割く必要なくなってくるから、うん、バッティングの時間増やせるじゃん、はい、だからもう最初にで守備っていうのはもう完璧にできなきゃいけないのが守備なんだよ、うん、だって守備率9割9分ぐらいないとって言われるからね、はい、そうですね、うん、ってなった時に打率は3割でしょ、うん、はい、守備は常に完璧にこなさなきゃいけないから、うん、まず守備の技術を完璧に するのがまず第一って言ってた、はい、へで、そしたらあとはもうバッティングしとけばいいから、うんうん、その守備ができないからもうバッティングになかなか手が回らなくなるんやっていう、うん、でしかも、はい、一軍で長く活躍する人、うん、大体守備いい人ですから。あ、まあそうですね、守備が良ければそのまあちょっと晩年になって守備固め、そうそう、だから楽天ね、 DeNA って藤田とかもそうじゃん、うん、守備良かったら一軍のそのレギュラーじゃなかったとしても役割ポジションって与えられるのよ、うん、はい、だから守備いい方が長く続くんだよ。そうですね、守備が下手くそになることって体が動かなくなるしかしないとほぼないんだよ。うーん、いやちょっとやっぱ晩年になって動きが鈍くなったからなんか守備範囲狭くなったなとかあるけど、ハンドリングとかめっちゃうまいじゃん、はい、うん、だからよ俺ね、動画の中でも、はい、あのセカンドスロー、はい、肩は死んでたけど、はい、やっぱ握り替えとか取ってからは早いじゃんね。あのそういうとさばきとか、うん、そういうのはもう失わないのよ。ただもう肩肘が死んでるからまあまあってなるけど、はい、だからやっぱ一番最初にやらなきゃいけないことは、うん、守備を一軍レベルにすることなのよ。技術をもう身につけちゃうってことですね。そうそう、身につけたらもうなかなか逃がすことないから、はい、そこでしっかり身につけて、うん、もうそこ万全にしたらもうあと死ぬほどバッティングできるから、はい、あ、そっか、まずやらなきゃいけないのは守備、うん、だから俺のね、はい、いつも言ってる、はい、あの一軍に最低限、一軍の俺が決める最低限のレベルの守備力があるならばを、うん、みんなねすっ飛ばすのよ、うん、そんで勝つか打つかばっかり言うのよ、うん、なんかそんな私もそこばっかり耳に残っちゃって。いや、そこが一番の大前提だからね。守備がちゃんとできてこそってことですね。できたから、できた中だったら、うん、最低限ね、この1にあると、うん、で10にあると、うん、もう一人が、はい、でも10全く打たないんだったら俺は1の打つ方を使うって言ってるだけで、マイナスのやつは使えないからね。そうですね、うん、一番最初言ったように、うん、やっぱ 自チームのことを知らなきゃいけないから、うん、やることめちゃくちゃ多いから、だからなかなかは出てこれないんだよ。あれ、あ、もしくは出てきたら他の人がカバーしなきゃいけない、うん、足りないから、そっか、ピッチャーとかが首振ってあげてとか、はい、っていうのをカバーしていかなきゃいけないから、うん、それってカバーされてるってまだ欲しいのレギュラーじゃないからね。そうですね、うん、うん、あー、そう、なるほど。え、これいないんですかね、そのすぐ入団して開幕からじゃあスタメンで正捕手にバーンってなりましたっていうキャッチャーって。でも調べたらいると思うよ、はい、あのその1年間ずっと出るっていう人も調べたらいると思うけども、近年はいないよね、はい、まあ、なかなか見ないですね、うん、そう、うん、出るけど、はい、ずっとレギュラーとして出るわけじゃない。だからちょっとずつ、だからそのなんかあの若い選手は同じピッチャー出させたりね、はい、そうですね、してチームが配慮するよね、うん、そしたら多くの人知る必要ないから、はい、でもその人のことだけ知っとけばいいよって言って、うん、でも真のキャッチャーは30人分を完璧なリードしなきゃいけない。そうですね、何人受けるか分かんないですからね。そう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 、うんうん、そのところではまあやる、ね、そういったところがなかなか難しいですけども、うん、まあ、今年ね入った新人のキャッチャーの、はい、皆さんはですね、はい、この動画をぜひ見てですね、はい、まずやるべきことをしっかり身につけましょう。はい。